皆さんこんにちは、あかねです。今回はじゃじゃーん推しに会いに行く日のスキンケアとメイクをしていきたいと思います。誰かわかるよね。私が推しに推してるアイブのファンコンサート、ファンイベントが横浜であるので、今日はそれに行きます。そして2日目です。今日両日ともソロ参戦なので、一人で行って帰ってくるのでは寂しいから、動画を撮って気持ちを盛り上げていきたいと思います。見てこれ、めっちゃ可愛いよね。このね、リボンちゃんは昨日ライブ中にファッて落ちてきたのを拾って巻きつけました。今回も主に韓国スキンケアとコスメを使っていこうと思うんだけど、最近主査に関する質問を DM でいただくことが多いので、主査の方も参考にしてもらえるようなスキンケアとベースメイクをしていきたいと思います。ではスタート。まずね、私と同じくお肌弱弱の方におすすめな洗顔があって、こちらアイハーブで買ったんだけど、口コミがすごく良かったんだよね。あから顔にもいいっていうことで買ってみて、しばらく使ってるんだけど、すごくいい。肌が敏感になってる時も染みたりしないし、最初から泡が出るんだよね。だからすごく使いやすい。今日も今使ってきました。で、私が推しに推してる発汗白菜っていう毛細血管にアプローチしてくれるローションです。なんかね、質感がすごくトロトロで塗りやすいんだよね。私は紫外線によって主査が悪化することが多いから、これから不安な時期がやってくるんだけど、ちょっと今年はこれで乗り切ってみようかなって思ってる。でね、主査については、日々のスキンケアはもちろんなんだけど、一番はやっぱちゃんと皮膚科に行くことなので、皮膚科に行くのおすすめです。私が一番聞いたのはやっぱロゼックスゲル、去年の5月に保険適用になったロゼックスゲルが一番聞いたので、まずはね、初期段階で皮膚科に絶対に行くのがおすすめです。でプラス、こういうスキンケアとかで予防していくのがいいんじゃないかなと思います。で、美容液は朝なのでビタミン C を塗っていきます。コスアレックスのザ・ビタミン C23 セラム、これをね、使い始めてから本当に私の肌がめっちゃ綺麗になったので、あの T さんにもおすすめして2人で使ってます。これはね、冷蔵保管してるので冷蔵庫に入れてます。今日はアイブのコンサート2日目なんだけど、昨日がめちゃめちゃ席近くて、ファンクラブに入ってるから先行受付で申し込んだのね。そしたらアリーナ席の18列目だった。今年の運全部使ったかもしれない。それでも悔いがないくらいめちゃくちゃ可愛くて、でこの ICL、 目の ICL やってから初めて近くで見たから、まず裸眼で見えることに感動したし、 3D だったわクリームはコスアレックスのプロポリスを塗っていきます。なんであんな可愛いんだろう。女性のアイドルグループにハマるのが多分人生で初めてで、今まで安室ちゃんとかあゆとかだったら、あゆになりたいっていう気持ちでライブをね見てたと思うんだけど、アイブとかになってくると、オニオンとか19歳だからさ、ワンちゃん子供子供かもなみたいな感じで、その話を友達にしたら、なんか保護者会に行く感じなんじゃないって言われてそうかも。もちろんね、ボニョンみたいにプルプルの唇になりたいなとか、そういうのはあるけど、どちらかというとなんか憧れではあるんだけど、見守っているに近いのかもしれない。それでは今日はベースメイクをしっかり塗っていきたいので、日焼け止めは薄く塗れるタイプのを使っていきます。ドクター G のグリーンマイルドアップ3プラス。ちょっとさっきからめっちゃ洗濯機の音してるよね、ごめんね。私が今好きなのはアイブとルセラフィムとトゥバイスとスキズ。スキズもね、ファンクラブに入ったんだけどちょっと遅くてチケットは取れなかったわ、すごい残念。私の予想はトゥバイスが今年もきっとライブをやるから、そろそろファンクラブに入ろうかなと思ってて、ほっぺにだけ下地を塗っていきます。これを塗るとね、ノリが良くなるのよ。去年 TWICE が東京ドームでライブやった時もワンスになりそびれちゃって、でね、そのせいでね、いろんな方向でチケットを頑張ったんだけど取れなくて、音漏れを聞きに行ったんだよね。
ちょっとその悔しさから今年はぜひちゃんと会場の中で聞きたいなって思って、ワンスになりました。やっとだから今アイブとスキズとトゥワイスのファンクラブに入ってる。ルセラフィムは入りそびれてて、カムバしたら入ろうかな。まだねタイトル曲2曲しか出してないから、単独ライブはちょっとまだ先なのかなと思ってて、はぁ、あ、忙しい。推しがいるって楽しいね。いちごミルクみたいな可愛い色してるんだけど、肌に塗るとトロッと溶ける感じで、色ムラもカバーしてくれるし、パリの土台を作ってくれるような感じがしておすすめです。この後スパチュラで BB 塗ってもめっちゃ綺麗に乗るから気に入ってるんだけど、今日は前回の動画で紹介したトニーモリーの店員さんに押されて買ったクッションを使っていきます。これは買ってから知ったんだけど、 BB クリームと CC クリームのファンデーションっていうことで BC ファンデーションっていうらしい。鎮静成分が入ってるんだって。赤ら顔の人にもいいかも、乾燥肌の人におすすめかもって動画で言ったんだけど、全然どんな肌質の方でもいいんだなって思って、ちょっとねどうしてもここが硬さはあるんだけど塗っていきます。アイブの話に戻るんだけどさ、コンセプトが全員センター級の可愛さみたいな感じなんだけど、本当に可愛くて、みんな一人日本人のレイちゃんっていう子がいて、その子もすごく可愛くてさ、一番最年長のガウルっていう子が一番ね、その中では背が低いんだけど、それでも確かね164センチあるんだってモヨンとかがさ172センチとかあるから平均身長高すぎるよね。みんな細いんだけど、やっぱ背があるからページ映えするし、あとさ髪の毛が綺麗すぎてさ、どうやったらあんな綺麗なんだろう。でこの間ね韓国でウェディングフォトを撮った時に、髪型を作ってもらう時に、その時髪めっちゃ長かったから、髪の長さはいいんだけど量が残念ですねって言われてでプラス5000円で付け毛みたいなのをしたのね。襟足の付け毛、後ろとサイド合わせて3箇所付け毛をしたんだけど、めちゃくちゃナチュラルでさ、私の髪の色にすんごく合ってたし、なんか髪質もなんか違和感なくて、自分ですらどこまでが地毛でどこからが付け毛か分かんないぐらい超馴染んでて、今まで私韓国アイドルの子ってみんなエクステをつけてると思ってたのね。そしたら結構ね襟足の付け毛でボリュームアップしてる人も多いんだって。どうりでさ韓国の女優さんとかさ、パクミニョンとかもさ、パクミニョンが付け毛か分かんないけど髪の量多い人多いなって思ってて、そしたらそこもね技術だった。だから昨日ボニョンの髪の毛すんごいサラサラだったんだけど、もしかしたら付け毛もつけてるのかちょっと分かんないけどね、ボニョンに聞いてみないとにしても綺麗すぎたわ。そういうさ見せ方っていうかさ、周りのスタッフの人もすごいなって思った。ヘアメイクさんね、パフが硬いので叩き込む時間が長くなっちゃうんだけど、こんな感じでカバーできました。フェイクメイクのパウダーを T ゾーンだけ塗っていきます。これもね購入品紹介の動画で紹介したものなんだけど、すごくさ綺麗になるのよ。今おでこのせたんだけどすごくない？無駄なテカリを消してくれるって感じ。これ夏使うの楽しみ。まぶたのたるみ手術をしてから目の雰囲気がちょっと変わって、なんていうの、球心顔が気になるから最近ね眉毛をちょっと離したの。この眉毛の間を剃って眉毛と眉毛の間隔を変えました。で目頭のここの部分にコンシーラーを塗ると目のギュッていう感じが緩和されて、赤みとか変に凹凸が目立つ部分をなくします。眉毛はもう本当に一度買ってからずっと使ってるエスプワを使います。まず眉毛を整えて、こんな感じですね。球心顔について調べたら、目尻を強調するようなメイクをすると顔のバランスが取れるんだって。だから眉毛も眉尻を気持ち今までよりも長めに描いてでバランスを取ります。なんかさ自分の顔を客観的に見るの難しいよね。本当はボニョンみたいなバブみの強い眉毛にしたいんだけど、私の顔には似合わなそうだなと思って最近はこんな感じの眉毛にしてます。ではアイシャドウを塗っていきます。前回バニラ粉って説明したんだけど、 B by バニラっていうなんかバニラ粉の新しいラインなのかな、口頭で言ったブランド名がちょっと違いました。左上をまずまぶた全体に塗っていきます。目開けた時もここの上に来るくらいしっかり塗っていきます。右上の色を重ね塗りしてグラデを作ります。
可愛すぎるよ色が。で目尻側を強調していきたいので、この左下の色を目尻のこんな感じでこの辺までしっかり幅広く塗っていきます。でここで先にまぶたの下に左上の色をのせて、涙袋をぷっくりさせていきます。次に右下の色で目尻のアイラインを描くように細めに塗っていきます。これはね、目尻だけやります。そうすることによって中心に寄りがちな目のバランスを取る感じ。昨日もねこのアイシャドウを使っていたんだけど、家に帰ってくるまで全然落ちなかった。粉が細かいから崩れにくい。ピカソブラシの300番をロム&の右下の色にとって、もうここはねいつも同じ工程なんだけど、アイラインを描いていきます。でこの時もちょっと目尻を長めに、とにかく外側に向かって華やかにしていきます。目頭の方はあんまりアイライン塗らないで、目尻だけちょっと重ね塗りして濃くしていきます。今日はちょっとおしゃれしたいので、久々にこの部分つけまつげを使っていきます。意外と毎日メイクで使わなくて、こういうさライブとかがあるとさメイクも気合が入るよね。最近 V 線がやばくて、ちょっとしたことでさすぐ泣いちゃうから、泣いてもいいように少なめにしとこマスカラはミュードの黒を使っていきます。部分つけまつげもちょっとなじませる感じで、束っぽくしようかな。こんな感じでほんのり束風にしました。今日はライブなので目元をもう少し華やかにしたいと思ったので、アイムメメでいいのかな、涙袋に塗っていきます。これはね韓国でウェディングフォト撮影でメイクしてもらった時に涙袋をねこれで作ってもらったんだけど、すごい綺麗で、その後買いました。めっちゃ安かった。なんかこういう系のラメってさ目の下に塗った時にカサカサすることが多かったんだけど、これはねその変なカサカサもないし一日中持つんだよね。さっき作ったピンクのアイシャドウがちょうど影になる感じでできました。でまだやることあるんですかって思われるかもしれないんだけど、ソニーモリで買ったラベンダー色のチークをほっぺたに塗っていきます。ペリペラの薄いブラシを使います。あんま塗りすぎなくていいので、ふわっとね、おー透明感出る。ちょうど鼻の横くらいにいきます。パウダー代わりにもなるし、赤みがねボケるのよね。チーク塗ったところと塗ってないところの境界線をふわんとぼやかす感じで、こういうね薄い筆扇形のブラシめっちゃ使いやすいです。最後にグリントのアイシャドウを付属のブラシで塗っていきます。アイシャドウじゃない、ハイライト、ここに入れます。と鼻の先、見た目白なんだけど塗るとピンク偏光パールが入ってるから、ここだけ真っ白になったりせずチークと馴染んでくれるので使いやすいです。ウェイクメイクのシェーディング、顔を削ります。最近さ太っちゃって顎の下にすごく肉がついちゃったので、ここにも塗って消滅させます。鼻の周りだけ完成。着替えてきました。ちょっとより保護者ガイド増しちゃったけど大丈夫そうティント塗るの忘れてた。雪ハマり中のアミューズのティント1番と6番を重ねていきます。まず1番をベースに塗って、これだけでもねヌーディーで可愛いんだけど、アイブってツイードのイメージがあるからさ、昨日もツイードを着ていったんだけど、やっぱツイードのセットアップの子すごい多かった。なんか私だけちょっと保護者会なんで。で6番を唇の中央にだけ塗ります。このティントはね6番と4番だっけな、結構ね青みピンクだからモニョンっぽい唇になります。準備完了、行ってきまーす。